Video Diary February the 21st 2021 by Hiroshi Hayashi MMS City Japan ビデオ日誌2021年2月21日林博です。こんにちは。私は1969年の夏ですけども、第2回日韓交換学生のプログラムでですね、ユネスコからですね、韓国に派遣されました。そういう経験を持っています。ですから私はそれからずっと20年近くそうだったのではないかと思いますけれども、韓国が大好きでした。韓国 B 期ということになります。あの金大中氏がですね、東京から拉致されて行方不明になった時、即座にですね、その動きから KCIA の仕業ということが分かりましたので、 KCIA と言いますか、韓国大使館にですね電話をかけ、なおかつ電報を何本も打ちました。そういうことをしていたわけですね。割とそういう意味では活動派だったと思います。しかしだんだんおかしくなってきましたね。もっとも反日思想、反日感情というのは私が韓国にいた時からありました。しかしそれはですね、ある意味で政治面の話なんですよね。で、私が知り合った韓国の方というのはみんなって言いますか、例外なく優しくて親切でね、そしてあちこちでホームステイしながら韓国を回ったわけですけども、どこの家に行ってもですね、大歓待、接待してくださいました。で、夏だったんですけども、私は風邪をひいてしまったわけですよね。その理由っていうのが、やはり食事が合わなくてですね、釜山へ着いた時から、お腹の調子が悪かったわけです。それもありまして、体力が落ちていましてね。で、確かあれはテイク、耐久ですね。でのことだったと思いますけども、ホームステイしていた時にですね、その夜、とにかく暑くて、一睡もできなかったんですよ。で、なんだろう、なんでこんなに暑いんだろうなんて思ってたんですけどもね。で、朝になって、その家の方がですね、風邪は治りましたかって、ある年齢以上の方は皆日本語を上手にね、話されていましたので、で、私は、治ったというよりもね、暑かったですと言いましたらですね、その家の方がですね、オンドルを炊いておきましたっていうふうに言ってくださったんですよね。つまり私はその時初めてオンドルというものを知ったわけですけども、私が風邪をひいたということでですね、部屋を暖かくしてくださるためにですね、オンドルを炊いてくださったというわけです。そうした優しさ、親切さ、心遣いっていうのはもうあちこちで感じました。ですから一方ね、ですからというよりも一方、大学ではですね、私が日本人だと知るともうとにかく議論を吹っかけてくるわけですよね。お前たちは悪いことしたんだ、ひどいことしたんだっていうのは彼らの基本的なものの考え方なんですけども、その上で要するに私を責め立てたわけです。そのちぐはぐさって言いますかね、その二面性というのは、それもテイクの大学で経験しました。で、テイク大学へ行った時のことなんですけども、向こうで言うね、向こうで言ってますか、日本で言う、全学連的な人たちがですね、私をですね、会議に呼んでですね、エンジンって言いますか、扇形に取り囲んでですね、そして議論を吹っかけてくるわけですよ。で、私もその、でももっと今か、英語はよくわからない。って言いますかね、英語で議論するほどの力はなかったもんですから、なんとかとにかく、しかしね、英語でやるしかないということで、英語でもういわゆる手振り身振りでね、とにかくそれに反論しながら自分の意見を言ってたんですけども、激しい議論なんですよね。それでもう午前中、それでもう何も他にすることもなく、一日って言いますか、終わった時があったんですね。でもう疲れてね、疲れてしまって、といっても行き場所はありませんからね、
ですからテイク大学、その時はテイク大学、今でもそうだと思いますけども、給料のね、何もない、木も何もない、まあ、給料、まあ、萩山の丘があるんですけども、その給料地の中間地ぐらいにありましてね、でテイク大学の屋上に登りますとね、そのテイクの街がですね、一望に見えたわけです。で、私はですね、その、まあ、そうした、もうとにかく議論ですからね、疲れてしまって、まあ、その逃げるような形でテイク大学の屋上へ、まあ、上がってですね、一人で手すりって言いますかね、その校舎はまあ、日本でいうね、今でいう高校、中学のような校舎だったんですけども、その手すりに手をかけてね、ぼんやりとテイクの街を見ていたんですよ。そうしましたらですね、その少し離れたそのところに、その屋上にへの通通なんていうか、通用門っていうか、それがありましてね、通用口がありまして、そこからですね、一人の男がタッ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 と歩いてきたんですね、私をめがけてね。で、その男というのはですね、先ほどまでその先頭に立って私を攻撃していた男なんですよ。ほいで、私はね、その男の姿を見たときにね、またこんなところでも議論するつもりかと思いましてね、もうやめてほしいというような気もして、まあ、身構えたんですよ。そうしましたらね、その男はね、まあ、いわゆるその、どういう立場の人だったかって言って、今にして思うとね、まあ、その大学の全学連の、まあ、トップだったんですよね、多分ね。その男が私のところへつか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 と歩いてきたんですよね。ところがですね、顔はね、柔和で、にこやかで、笑っているわけですよ。何事かと思いましたらね、そして思っていましたら、私のそばに来てね、私にこう言ったんですよ。林さんね、私はその日本の大学へ留学したいんだと。君ならその方法を知っているはずだけども、それを僕に教えてくれないかって言うんですよね。で、私はその時にもう、なんて言いますかね、どう理解していいって言いますか、彼らが持つ二面性というものに心底驚きました。まあ、その二面性という部分でね、つまり、まあ、政治と、それから一般社会との有利って言いますかね、その違いですよね。で、私たちはですね、まあ、単調に、その後、北海道大学のね、学長になられました、杉並春沢先生がいたわけですけども、まあ、そういう方たちとですね、プサン、それからテグ、ソウル、まあ、あちこち回ったわけですけども、その着いた時だったと思うんですけどもね、そのホテルって言いますかね、宿泊先がですね、ハイウンダイっていう、まあ、プサンから、まあ、バス、まあ、マイクロバスのようなバスはですね、まだタクシーというものがなかったんじゃなかと、あったのかなかったと思いますね。マイクロバスっていうのはありましてね、それはまあマイクロバスを使って、まあ、一般の方はその移動していたわけですけども、そのマイクロバスのような小さな、ね、まあ、バスを借りてですね、それで、まあ、プサンからテグに、ハイウンダイに向かったわけです。で、その時なんですけどもね、まあ、随行してくださったのは元ケーシー、まあ、元というよりも KCIA って言いますかね、まあ、とにかくナッコム黙るを、まあ、はい、まあ、向こうでは大変恐れられていた人なんですけどもね、立場の人なんですけども、その人がです、まあ、が一緒に同行してくれたわけですね。ガード兼、あるいはその、なんて言いますかね、案内係としてですね。で、まあ、その方と、まあ、一緒にマイクロバスに乗って、プサンから宿泊先のね、ハイウンダイホテルに向かったわけです。その途中でですね、そのマイクロバスがね、故障してしまったんですよ。そうしましたら、私の、そのケーシア A の名前忘れたんですけど、その方がですね、パッと降りてね、そして通りで立ってますと、反対側からですね、ハイウンダイの方からですね、マイクロバスが走ってきたんですよ。そうしましたら、そのマイクロバスを止めましてね、それでその中に乗客が、そうですね、10人ぐらいいたと思うんですけども、みんな乗客を降ろしてしまいましてね、で、そのバスを U ターンさせて、そして私たちを乗せて、ハイウンダイへ向かってくれました。で、私はその光景といいますかね、その流れについていけなくてですね、何かしらこう、申し訳ないやり、申し訳ないやらですね、とんでもないことをね、したんじゃないかというような、その罪深さを感じつつもですね、しかし、まあ、自分たちがそれほどまでに、その、まあ、なんて言いますかね、厚遇されているということに、ある種の、なんて言いますかね、感謝、喜びはないんですけども、感謝の念を持ちながら、ハイウンダイへ
へ向かったということもあるわけです。まあ、そういう、まあ、要するに立場だったんですよね。まあ、当時まだ日韓の間にはその国交がなくてですね、ビザも、まあ、日本まで取るってこともできなくて、ですから、まあ、立場上ユネスコ経由でね、ユネスコ、いわゆる国連のね、ユネスコから派遣された、まあ、その団員って言いますか、交換学生として韓国に入ったわけです。まあ、そういう立場だったこともありですね。まあ、とにかく、まあ、私はその韓国でそういう接待を受けながらですね、その、まあ、韓国が好きになったんですよね。そして帰るときにはですね、今でもありますけれども、貝殻をですね、ちりばめ、それをその漆のようなもので塗り固めたね、大変こう、重厚なって言いますかね、なんて言ったらいいんだろう、その、まあ、日本で見られないようなアルバムなどをですね、皆さんからお土産にもらって、そして日本へ帰ってきたわけです。ですから、まあ、私はその、なんて言いますかね、先ほど言いましたように、まあ、その韓国を嫌う理由は全くないわけですね。確かに議論は激しかったです、それはね。ものすごい激しいものでした。それはもう、例えばミョンドンね、当時ソウルのミョンドンをね、その N 大学の、まあ、女子学生の2人と一緒にですね、そのミョンドンの街を歩いていたんですよ。で、その当時のミョンドンはですね、その、今、ミョンドンってすごい、まあね、繁華街になったみたいですけども、道路の真ん中に、ね、太いロープがずらーっと張ってあってですね、それをその道の両側の家々から、ね、伸ばした細いロープで吊ってあるんですよ。その太いロープに裸電球がずらーっと並んでる、まあ、そういう、明洞だったですね。それで角の2階にですね、焼肉屋がありまして、でそこの焼肉屋で焼肉をごちそうになりましてね、そして食べて、そして明洞の街を歩いてみようということで、まあ、歩いていたんですよね、2人でね。そうしましたら、パッと気がついたら、私たちをですね、取り囲んで十数人の若い人たちがぐるっとエンジン回転は、はいじゃあ、にてか、みねりみだ、じゃあ、にてか、けんか、騒いでるんですよね。それでびっくりして、何事かと思いまして、結相って言いますかね、雰囲気がもう、さっき立ってましたからね、何事かと思っていましたら、そうしましたら、さっき下げていました、KCIA のね、その方がですね、パーッと割り込んで、わわわわーっと言いましたら、そこに集まっていた、その、韓国の若い人たちがパーッと、なってますかね、クモの子が散るようにパーッと散っていきましたけどもね。まあ、そういうこともありまして、その、まあ、当時の明洞はそういうところだったんですよね。まあ、日本ではね、私は知っているのは金沢の香林坊とかね、岐阜の柳瀬とかね、そういうところは知っていたんですけども、まあ、そのまだまだそういうその段階ではなかったというのが当時の韓国の様子だったですね。特にプサンなんか、歩いた時にもですね、まあ、歩いた時もですが、マイクロバスで移動したんですけども、その時もですね、家と家の、まあ、店もざっと通りにあるんですけどもね、皆その、なんて言いますかね、白い看板にね、黒字でハングルで書いてあるだけの、大きな文字でね、書いてあるだけの看板でしたね。そして家と家の隙間って言いますかね、その路地が見えるんですけども、その路地の向こうがですね、まあ、日本では考えられないような、当時も今もですよ、貧民、貧しい方が住んでいらっしゃるその家々が並んでるんですけどもね、並んでいました。で、まあ、そういうところを、まあ、私は何か別の場所じゃないかと思ったんですけども、まあ、人が住んでいるって話を後で聞きましたけどもね、まあ、そういうところも見たりしていました。まあ、それはそれなんですけども、それ後、まあ、その日本に帰ってからもですね、とにかく私は韓国が大好きでね、何かニュースがあるたびに、まあ、韓国側の立場に立ってですね、いろいろものを考え、そして、まあ、それなりの、まあ、いろんな、ね、同窓会なんかもありましたから、活動していたわけです。また韓国の、ね、学生が今度は日本に来た時には、東京へ行きましてね、そして私が世話をしたり接待したりしていました。まあ、それが私の若い、そうですね、3、40歳ぐらいまでの活動だったんですけどもね。で、冒頭の話ですけども、金大中というね、まあ、人がですね、東京から拉致されてっていう事件が起きたわけですね。もうすぐ分かりましたからね、ああ、KCIA が関与してるなってことはすぐ分かりましたので、それで、まあ、電報を持ちましたね、てか電話をかけました。はい、自分の立場って言いますかね、そういう、まあ、経験をしているということを話しながら、まあ、それは許されないことだってというようなことでね、まあ、抗議の電話をしたり、電報を打ったりしましたね。まあ、それが私だったわけですけども、まあね、人の心というのは、
やっぱりね、このいわゆる愛は愛を生みますよね。しかし憎しみは憎しみを生みますよね。あのいわゆる憎しみの連鎖に入り込んでいくわけですよね。で冬季オリンピック、まあ、その頃も何かしらおかしいぞということは私 もう十分もね知っていましたけれども、しかし冬季オリンピックでですね、その韓国がそのモニュメントを建てたと。でその時に、まあ、私は一枚垣間見てちらっと見てすぐ分かったことは、ああこれはその長崎の、ね、原爆を模して作ったものだなということを気がつきました。まあ、しかしその動画はその時は発表しませんでした。まあね、オリンピックこれから始まるっていう時だったもんですからね。ですからまあ終わってから発表しようと、まあ、そんなことをね発表すればですね、そのまあね冬季オリンピックピョンチャンのね、あのオリンピックに傷がつくって言いますかね、何かしら、まあ、いわゆる自分の、まあ、良識に照らしてですね、それはできないということで引っ込めたんですよね。しかし、まあ、その後ね、皆さんご存知の通り半日半日半日、あることないこと、まあ、めちゃくちゃなことばかり言って半日半日半日ということを繰り返されますとね、やっぱり、まあ、はっきり言えばあの心感的な気持ちがですね全部吹っ飛んでしまって反感になってしまっていましたね。まあ、今でもそのはい、あのこの今のこの瞬間においてもですね、韓国あるいは韓国ニュースっていうとやっぱりこう、まあ、私は目を背けると言いますかね、まあ、いわゆる、はい、あの耳を塞ぐと言いますかね、あまり聞きたくない見たくないというような立場になっていますね。でやっぱりこの今の日本政府がですね、戦略的無視という言葉を使ってますけれども、私はずいぶん前からエッセイの中に書いてましたけども、とにかくもうこういう状況になったら要するにもう無視しかないんじゃないかと私はそのように捉えてきました。まあ、以前ね私のビデオであり聞いてくださった方がいらっしゃいましたら、ああそうだったというふうに思っていただけると思いますけども、要するにさらりと無視するということですね。静かに無視するということですね。そしてもう一つ大事なことは爽やかに無視するということですね。要するに関わり合うとですね、もうとにかくどこまでも今の状況の中では絡んでくるわけですよね。何言ってもダメなんですよね。とにかく悪い方に、まあ、物事を捉えて、そして言葉尻を捉えて、そしてわわわわっとこう、まあ、なってますか、その敵意むき出して、その、まあ、要するに何も話せないということですよね。まあ、それは皆さんお感じの通りだと思います。言い換えるととても残念なことだということになるわけですけどもね。まあ、そういう中でですね、まあ、今日3本、もっとたくさんあるんですけども、私がたくさん作った動画が韓国に関してですよ、動画の中から3本4本を選んでですね皆さんにお届けしました。まあ、私としてはですね、こういう動画を発表するというのはあまり好きじゃないと言いますか、本来は避けたいと言いますかね、本来は何て言いますか、関わりたくないわけですよ、はっきり言えばね。もうですから、まあまあ、それはね世界の謎解きをしているわけですから、中国も韓国も当然入ってくるわけですけども、こと韓国になる なるとですねもう関わりたくない、もう謎解きもいろいろあるんですよ、情報はね、情報もあるし他にもいろんな動画を作ってはいるんですけども、しかし何て言いますかね、もう関わりたくない、もうほっといてください、もう私たち日本人でやってきますから、どうかこっちを見ないでくださいっていうのは、まあ私の本音ですけどもね。しかしまあそうはいかないと言いますかね、もう向こうの方にしてみれば、もう日本が気になって気になって気になって、もう気になって気になって気になって仕方ないみたいですね。まあ、その気持ちっていうのはどこか、はい、まあ普通でないと思うわけですけども、要するにその今そういう状況だということですね。まあ、こういう状況の中ですですとね、もう日本の側としては何を言ってもまあ話が通じないっていうような、まあとても寂しい状況だということですね。ですからまあ今日もですね、まあ、あの3本ちょっとねあちこち手直しながら3本動画をですねアップロードさせていただきましたけども、そういうわけであまり気分がパッとしないと言いますかね、晴れないと言いますかね、何かしらこう嫌な感じというか、まあ私の動画作りっていうのはまあ謎解きっていうのは楽しいんですけどもね、本来は。そしてそのどこかね、まあ、ルンルン気分っていうか、まあ、あの楽しんで動画を作っているわけですけども、こと韓国になりますと、
もうあんまり楽しくないんですよね。で、その楽しくない動画を発表したもんですから、どこか心が重いと言いますかね。まあ、本来なら無視したいんだけどもって言うんですけど、まあ、決してその無視という、今その動画を見ていただくと分かりますように、決してその反感をむき出しにした、いわゆる、まあ、憎しみには憎しみを、憎しみには憎しみで応えるというような動画ではないんですけどもね、やっぱりおかしいものはおかしい、まあ、そういうふうに私の、検証範囲の中の、まあ、判断、検証する過程の中のね、まあ、検証したその判断として、まあ、要するにおかしいものはおかしいんだということで、まあ、3本の動画を上げさせていただきました。まあ、客観的にって言いますかね、冷静な気持ちで、まあ、その事実を取り上げさせていただきました。で、今日その背景に使いました、まあ、そのね、ピョンチャンオリンピックのあの公式モニュメントは、あれはどう見ても長崎の原爆を模したものであるということですね。違うというならば、じゃあどこの何をその参考にして、韓国の方がですね、いわゆる、まあ、命の木、生命の木を、作ったかということを逆に説明していただきたいなと思いますね。見るからにキノコのような形をしているわけですから、キノコを真似した、それをもって、生命の木としたのかなという部分で穴がないわけではないですけども、あの形の生命の木というのは古今東西、そして現代アートの世界においてもありえないということですね。ですから何かと言いますと、それは簡単にね、長崎原爆の写真と照合してみればそれがわかるということですね。韓国から見ればですね、長崎と広島、長崎の方が、ある意味でね、はるかに近いということになるわけですね。私も佐賀県で、県のね、あの公園、佐賀県の全体の講演会をさせていただいたんですけども、その時に、私を案内してくださった佐賀県の方がですね、佐賀県からだと高い山に登ると、ね、その天気の良い日には関半島が見えるんですよ、なんてことをね、車を運転しながら、そのような説明をしてくださったのを覚えています。それくらい近い関係ですから、長崎の原爆を韓国の人たちがですね、モデルにしてあのようなモニュメントを作ったと聞いてもですね、私は驚きません。後の判断は皆さんにお任せしますのでね、どう似ているか、どう同じなのかということは、皆さんの判断でどうかご覧になってください。とてもとても残念な、本当にあってはならないモニュメントだというふうに思います。で、私の結論はですね、人間はどうすればここまで愚かになれるのかな。人間はどうすればここまで愚かになれるのかな。人間はどうすればここまで愚かになれるのかな、ということです。では、今日のビデオダイアリー、あまり楽しくない不愉快な話だったかもしれませんけども、お許しください。事実は事実として、勇気を出して見つめていきたいと思います。では、今日はこれで失礼します。バイ。As to Pyeongchang Winter Olympic Games held early in 2018 in South Korea, the national government of South Korea has deleted Japan and her land from their official map of participants' map of the world, together with the construction of a monument in suspicion as their symbolic monument of the Olympic Games under the name of the Tree of Life。 韓国政府発行の平昌
オリンピック公式ホームページの中から日本列島が削除されていました。日本政府は9月27日に正式に遺憾の意を表しました。と同時にもう一つ考えなければならないのが、あの公式モニュメント生命の木ということになります。あの公式モニュメントの生命の木は本当に生命の木なのでしょうか。広し林浜祭りジャパン。According to Wikipedia English, it writes about Tree of Life as follows. The concept of a Tree of Life is a widespread mytheme or archetype in the world's mythologies related to the concept of sacred tree more generally, and hence in religious and philosophical tradition. The expression Tree of Life was used as a metaphor for the phylogenetic tree of common descent in the evolutionary sense in a famous passage by Charles Darwin. The tree of knowledge connecting to heaven and the underworld, and the tree of life connecting all forms of creation, are both forms of theWorld tree, or cosmic tree, according to the Encyclopedia Britannica, and are portrayed in various religions and philosophies as the same tree. 生命の木は旧約聖書の創世記2章6節以降に出てくる木のことです。エデンの園の中央に植えられていた木と言われています。命の木とも言われています。生命の木の実を食べると神に等しき永遠の命を得るとされています。カバラではセフィロトの木とも言われています。ヤーウェエロヒム、つまり
エールの複数形、日本語では主なる神と訳されていますが、アダムとエヴァをエデンの園から追放した理由は、知恵の木の実を食べた人間が生命の木の実までも食べて永遠の命を得、唯一絶対の神である自身の地位が脅かされると神が恐れたためとされています。ユダヤの伝承では、知恵の木の実と生命の木の実を共に食べると神に等しき存在になるとされていました。広志林、浜松市、ジャパン。2018年に韓国の平昌で冬季オリンピックが開催されることになっています。そのシンボリックなモニュメントが発表されました。これがそのモニュメントです。題して Tree of Life、 公式のモニュメントですが、その Tree of Life は私林博がかねてより持っていたコンセプトとは全く異質のものでした。命の木というよりは木の子のような感じがします。古今東西の生命の木と比較してみます。1847年に描かれた絵だそうです。そして17世紀に描かれた絵だそうですが、次の絵がですね、ウィキペディア百科事典によれば最も一般的な命の木のモチーフだそうです。古来よりエジプトでも命の木は表現されていました。ニムルードに残るレリーフです。ユダヤの命の木です。そして中国でも命の木が表現されています。三星堆遺跡からこのような命の木が発掘されています。ペルシャ絨毯にもその模様としてよく使われています。そしてスウェーデンでもこのような命の木が表現されていました。もちろんカバラでも命の木が使われていました。つまりこのような形で命の木は最も神聖な木として世界中で古今東西広くモチーフとして使われてきたというわけです。もちろん現代アートの世界でも生命の木はモチーフとして広く使われています。基本的には生命の木というのは今ご覧になっているような形で表現されているということですね。そうした現代アートにおける生命の木と比較してみても、今回の韓国の冬季オリンピックのいわゆるモニュメントはですね、どこか、率直に言えば異質ということになるのではないでしょうか。がその生命の木は、つまり命の木はこの日本にもありました。現存する生命の木、あるいは命の木の中では世界最古の生命の木、命の木ということになります。その生命の木があの奈良の法隆寺に残っていました。韓国の皆さん、お先に失礼いたしました。続く動画をどうかご覧になってください。
Bye for now.